ちょっとバタバタで動画始まりましたけども、リレーフェスティバル来てます。リレーフェスティバル、リレーフェスティバル楽しんでいきましょう。最初の種目は競歩リレー。競歩リレー、あいつ歩いてんのか今録画ギリギリ怒られないやつみたいな。よしさん、はい、俺国立でいつか走りたいなと思ったんだけど、あこのタイミングっていうのは俺ちょっと許せないかもしれない。いや間違いない。後ろにあの、はい、競歩界のレジェンドがいっぱいいます。大輔がいます。世界陸上お疲れ様でした。あ、確かにこのタイミングしか言えない。変質者じゃないです、あれはネギさんです。これは変質者ではありません。10分4ですから。チームが俺とヨシキとタムジョン、チーム YouTube ジャパンですよ。タケ君ね、ここでまさかの初共演という。タムジョン、走順が決まってないんだよね。僕順ですか。タケ君来てない。最初の失格。ちょい巻きでお願いしてもいいですか。あと3分スピードで。じゃあ、移動で行かれたら、4度から行きます。福さんに、教わったんで。そうそうそう、だから、1、2でも逃げ切り戦法よ。超得意っす。うん、行こう。行っていいっすか。うん、はい。全然合わない。3です。3。本気で歩いてね。優勝目指す。心配ですね。ギリギリ集合できたね。明治大学さん、はい、あの、勝ちます。いや、ガチの競歩の明治の人です。ガチの競歩の明治。明治競歩ってなってた。超名門ですからね。超名門。ちょっと待って。あいつらスクリーンに映ってるよ。俺だけいないんだけど。刻んでいこうぜ。で、やりたい。失礼します。2年です。本日その、ふざけたりしました。ちゃんと本気でありきます。はい、2年です。倒していいですか。倒せますよ、すぐ。ここ早いから、歩くの。倒してください。63人の思い出です。お若い。ありがとうございます。ケダ君、何してるの。いや、これからちょっとリレーということで。おめでとうございました。あ、ありがとうございます。さあ、ということで、僕2走の2組目なんで、まずね、あの、1組目をこう見てからスタートという感じなんですけども、1組目の2走で、オリンピック選手がいました。オリンピック選手、松永選手です。これコツとかってあるんですか。できる限り力まないとかだ。力まない。速さのことです。頑張りましょう。頑張りましょう。ムース選手が隣です。今からスタートなんですけれども、隣のレーンなんで緊張しますけれども、競歩僕ちょっとここで力見せちゃいます。本当ですか。はい、じゃあお互い頑張りましょう。まもなくスタートです。ちょっと緊張してきました。今からスタートでタムジョーに助けをもらってヨシキさんにバトン渡します。タムジョーを長く歩かせようかなって思うので、結構前の方に来ちゃいました。以上です。ダッシュで行こうぜ。それでは第2組スタートです。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。はい、それでは2組がスタートしましたが、お姉さん、先ほど競技を終えた超得意っす。行っていいっすか。できる限り力まないことだ。力まない。速さのことです。行こうぜ。いや、みんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。タイムがね、1分33秒。どの程度お前ら、タムジョーの歩き方見ましたか。やばい、もうやばいですよね。結構良かったんですけどね。海外で歩いてて観
ブリキのおもちゃみたいな。ブリキなんですよ。なぜか歩いたのに肩痛いです。松山さんにあのアドバイスいただいて力むなって言われたんで力まず行けました。力んでました。武井くんに関しては最後走ってた。おい。ルール分かんなくて。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。